ダインなのか。へえ、懐かしい声だ。ダイン、待ってろ、今助けてやる。これ夢か。バレットじゃねえか。そう。なんだよ、お前もエレノアの誕生日を祝いに来てくれたのか。あ、おい、エレノア、マリー、バレットが会いに来てくれたぜ。そうだ、元気そうだ。ええ、みんな一緒じゃねえ。そう、なんでだろうな。おい、バレット、ミーナはどうしたんだよ。ダイン、お前、お前ちゃんとプレゼントを持ってきたんだろうな。今日はエレノアの誕生日なんだぜ。実はソルジャーじゃねえのか。てめえ、俺を信者に売りやがったな。違う、そうじゃねえ。やめろ、ダイン。どうした、撃てよ。俺はお前を助けに来たんだ。俺を助けるだってお前が。これ傑作だ。面白いこと言うじゃねえか、バレット。寝言は死んでから言え。これは俺たちの問題だ。それじゃあよ、落とし前つけよう。決まったな。うわあ、バレット。わ
貸しよくネズミ捕りをしたっけな。お前間違って罠にかかったろ。あの時は笑ったんだ。でな、チキショウ。変わっちまったな。なあ、バレット。昔よくネズミ捕りをしたっけな。お前間違って罠にかかったろ。あの時は笑ったぜ。でなあ、相変わらず逃げてばっかだな、お前は。まだまだ。Thank you.
遊びは終わりだ。じゃねえか。
なんてことはねえ。うわぁ、だと何も終わっちゃいねえだろうが、だったら俺を殺せ、それで終わりにしてくれ。バレット、クヌア、お前だけ死んで楽になろうってか。なんだよそれ。ああ
俺を助けるんじゃなかったのかよ。俺は昔から変わらねえ。お前はうまくいかねえとすぐ諦めるんだ。許してくれ、ダイン。俺がバカだった。もっと他に道はあったはずだ。それなのに金に目がくらんだ。大将はでかかったよな。でもよ、頭の中で声が響くんだよな。エレノアの声がよ。あんたバレットを恨んじゃダメ。あの人に罪はない。じゃあ誰が償ってくれるんだ。シンラか。ああ、シンラしかねえよな。殺せば殺すほど俺の心も死ぬ。心の中は真っ暗だ。ああ、もう死んじまいたい。でもそれができないんだ。なんでだよ。エレノアもマリンもいねえ世界に何の未練もないはずなのに。よ、マリンは生きてる。4歳だ。ミッドガルにいる。マリン、目がエレノアにそっくりだ。髪の色も。爆発事故の後、俺は抜け殻だった。ミーナを失ってお前も死んだと思ってた。後悔と罪悪感に押しつぶされる寸前だった。そんな俺が動き出せたのはマリンのおかげだ。燃え落ちる寸前のお前ん家で泣いていたのを助け出した。それからマリンが俺の生きる目的になった。だから俺から奪ったのか。俺がどれほどマリンを愛してたか知ってたよな。それなのに。そうじゃねえ。お前は俺の愛するものを全て奪ってゆく。ダイ、マリンのところへ行こう。一緒に。恨むぞ、バレット。マリンがいることをどうして教えやがった。ダイ、俺の手はもう血まみれじゃねえか。もうどうしようもねえじゃねえか。
苦しめ。Thank you.